ジョイカルプレゼンツ、エンジョイカーライフ、エンジョイシネマ。この番組は新車に月々1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りします。こんにちは、Pさんです。こんにちは、ジョイカル米子中央店のまっちゃんです。こんにちは、ジョイカル米子南店のハルルンです。はい、だいぶ暑くなりましたけど、はい、あれまっちゃん結構日焼けしました？そうですね、外でする、仕事も多いですし、はい、最近、プライベートで、うん、自転車、うん、ロードバイク乗ってるんで、うん、大体休みの日は自転車乗ってること多いんで。何キロぐらい走るんですか？最近はもうどのくらいだろう、50キロ50キロ倉吉ぐらいまで行けちゃうじゃないですか。全然行けますね。この前は海家海岸からスタートして境港行って海鮮丼食べて北郎ロード通って江島大橋を渡って江島大橋ちょっと走ってまた江島大橋を渡ってで海家に帰ってきて温泉入って帰る。うわー、もう充実してる。それだいたい海家トライアスロン出たら それ最近まあ行ったのは65キロぐらいですかね、その距離的に。へえ、やっぱり格好もスパッツから入って。いや、意外とそこまでまだ行ってなくて。行きましょうよ。ただだんだんやっぱりハマってきて。あ、本気の？行きましょうよ。そうです。ヘルメットちゃんとかぶって。そうそういうのをやっていきたいなみたいな。今結構島根も鳥取もそういうサイクリングコースを県が認定して、うん、まあ公表してるんで、こういう距離で標高差はこんくらいとかなんで、まあ、それで結構日焼けしてますね。あ、でもハマったらもう抜け出せなくなりそう、面白くて。なんかやっぱり自然をすごい感じれるんで、はい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 、やっぱり車とかバイクだったら向かい風だろうが追い風だろうがどうでもいいんですけど、自転車だったらやっぱそこもかなり大きく違ってきますし、うん、そうだね、空ってこんな青いんだなとかっていうのもありますし、はいはい、夕方になったらめっちゃ夕日綺麗だなみたいな、悟り開けますよねそう、はい、そういうのを最近感じてちょっと自転車やってます、はい、ハルルもちょっと日焼けしました？僕は SS 焼けですね。SS 焼けって言うんですかそれ？ SS 焼けって言うんですね、はい、ガソリンスタンドに立ってるとやっぱり焼けますんで、はい、でまあ焼けやすい肌、じゃあそんなに常に立ってるかって言ったら、まあ、そうでもないんですけど、そうですね、焼けやすい肌ですね、はい、さっきからずっとスマホ見てもう緊張してるんですよ、緊張してるんですよ、今日映画紹介するからってメガネも外しましたね。メガネ外したって本気じゃないですかそれそうですよ、やっぱり実はね、あのメガネめちゃくちゃ重たいんですよ。あれをね、取ることによってめちゃくちゃ軽くなって、はいはい、まあ、ピッコロみたいなことですけど本気出すときはね、メガネ外すんで。いや本当にね、はい、ね、きちんとちょっとお伝えしたいなと、はい、きちんとお伝えしたい、はい、ということで映画紹介お願いします。はい、それでは、映画紹介の方します。よろしくお願いします、はい、これはですね、リーダーズっていう映画なんですけど、はいはい、本当に世界の、トヨタ自動車創設者の、うん、豊田喜一郎さんをモデルに、国産自動車開発に人生をかけた日々を描いている映画なんですよ。いや絶対面白そうです。絶対面白いですよこれ。すごく感動します。まあ、トヨタといえばね、もう世界のトヨタって言われてもう誰しもが知ってる、うん、まあ、日本が世界に誇る大企業なんですけれども、うん、あ、こうやって作られたんだなって、うん、あんな成功してる会社でもこんなに最初もがき苦しんで、うん、みんなで助け合ってやってたんだなっていうのが分かる、うん、で、創業者の、うん、まあ、社長なんですけれども、はい、喜一郎さん、はい、こんなにトヨタ自動車の人たちって創業者の人を愛してるんだなって分かる映画ですね。で、愛されるべき人ですね。すごくかっこいい、人を引きつける人だったからこそやっぱここまでの会社になったのかな。なんかその会社設立して、まあ、いろんなトラブルとかもあったと思うんですけど、ありました。そのポイントポイントでここグッときたなってとかあります？そうですね、
まあ、トヨタ自動車が、創設された時代はまだ戦争真っ只中で、まあ、トラックを主に作ってたんですよね、うん、あのまあ、国から発注がある、うん、でもそれが嫌で、うん、あの吉郎さんは、はい、あの日本国民、まあ、その時代って車一人一台乗れるとか、うん、簡単に乗れる時代じゃなかったんで、うん、あのまあ、国民が、うん、あの手軽に買えて、うん、あと燃費もいい車、うん、でその時代はもうあの外国の車しかなかったんですよ、はいはいはい、うん、あの乗用車といえば、でやっぱり日本の国産車で勝負してきた日本って、まあ、資源のない国じゃないですか、うん、やっぱり技術であの勝っていかないと世界と渡り合うには技術なんだって思ってた人で、まあ、本当今じゃ考えられないですけど、はい、毎日毎日社長と社員、その創業者の人、うん、社員さんがあの夜遅くまで残って、うん、ああでもないこうでもないって、車を作ってたんですよ。であと耐久性に耐えれるかどうかとかっていろんなテストを夜遅くまでやってたんですけど、うん、もう何度も、うん、今のまっちゃみたいですよね。耐えれる耐えれる耐えれるっていうのをやってたんですね。あ、分かったっすね。ハルルンが言ってる映画見たことある、はい、でこれって僕、まあ、大阪から9年前に来たんですけど、ちょうど僕が大阪からこっちに来て間もない頃にやってた映画 で、うん、でまあ、自分も自動車業界で、ね、うん、やっていこうと思ってたんで本当に影響を受けましたよね、うん、あ、そうですね。トヨタ自動車がもともとトヨタ自動車じゃないんで、うん、トヨタ自動食器からトヨタ自動車って生まれてるんで、その自動食器の時代の映画が多分リーダーズで、そうです、トヨタ自動食器が一番、課題としてたのがトラックなんですけど、運搬車なんで、うん、あのプロペラシャフトのシャフトがどうしても破断するんですよ、はいはいはい、そのシャフトをどうにか壊れないシャフトが作れないかっていうので、うん、でそれを作るためにいろんなあの技術者集まって、うん、でもう普通は無理だって言われてるものを、うん、まあ叶えた。だから今もトヨタ自動食器とトヨタ車体とかって実際にあるんですけど、うん、まあ元はトヨタ自動食器からトヨタが今生まれてるんで、まあ子会社になってますけど、現在でトヨタ車体とかはまああの車作りながらな、トヨタ自動食器はフォークリフトとか、うん、発電機とか、ね、輸出するラブ4とか作ってますね、うん、あ、その当時、そうだ当時無理だって言われたことって今めっちゃ当たり前になってすそうですね。で今はまあ無理だって言われてることもここね5年10年後20年後当たり前になるんだよね。そうですね。それを支えてるのは誰なのかと、人だよねと。そうですね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。深いね。深いですよ。まあ今でこそねもう国産車って当たり前なんですけど、その時代はいやいや国産車なんてって時代でしたからね。いや外車でしょと。そう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 。ちょっとプロジェクト X に近いような ああいう感じの映画ですね、はい、なるほどね、うん、でまあ、そこにも負けずやっぱりあの世界に勝てる日本車を作りたいっていうね、うん、そのコンパクトか、うん、はい、はい、で、まあ、終戦の時で、はい、まあ、会社もすごく大きな会社だったんですけど、うん、あのやっぱ人数も半端ない会社だったので、うん、あのあんなもう世界のトヨタでもあの潰れかけた時あるんですよ。へ、うん、で日銀とか、銀行からも借り入れできず、うん、ただやっぱりあの、まあ、トヨタが潰れるとあのこの日本の経済はどうなるんだって言って日銀が救いの手を差し伸べてくれたんですよ。半沢直樹ですね、はい、でその条件として人員整理をしなさいと、あ、1600人解雇しなさいと。えぐいですよね。えぐい。でそれが、まあやっぱり、まあ、経営者の中にはやっぱり自分の会社を守るために、うん、あの辛い決断をしない時ってあるし、うん、まあ、自分の会社を守るためにそうやってやる時あるんですけども、それがどうしても嫌で、はい、ずっと断り続けてたんですね、はい、でも、そうしないともうこの会社は、蘇ることはできないって分かった時にあの人員整理を決意するんですけど、
もう社員全員の前に立ってですね、謝って、あとはまあ、このトヨタはのこの船は沈めてはいけないと、だからするんだっていうことをみんなに伝えて、ただし自分はもう身を引くと、だから会社を守るため、会社の社員家族を守るために自分は最後引いて、その思いを受け継いだ人たちがトヨタを世界一の会社にしたんですよ、はい、っていう本当に感動する、いやー、思い出してまっちゃんが泣いてるじゃないですかP さんなんか冷めた感じで聞いてません？いやいやいや、結構熱弁して、めちゃくちゃ胸熱、すごく胸の熱い思いをした映画だったので、僕映画以上にハルルのこの熱弁、これに感動してます、はい、だからそう、なんか棒読みじゃないですか、はい、いやいやいや全然、なんか元関係者かなと思うね、いや本当感動しました、リストラされた方かなと思いました本当やるぞって思いましたもんね、あれ見た後に、その気持ちがやっぱ今もあるから、はい、やっぱいろんなお客さんもついてきてくれるってことですよね。あ、いや、今まだまだ、まだまだなんで、ついてきてもらってないんで、急にお辞儀されて、急ですからね、おかしいですよね、本当に。いや、ぜひね、生の春の見てほしいですよね。はい。はい、でもなんかその、当時不可能だったことがやっぱりどんどん、まあ、当たり前になっていくっていう話でさ、はい、まあ、最近、3D プリンターで家建てる、うん、これ結構来てるじゃないですか、はい、まあ、海外ではねもうやってるんですけど、でまだその国内でやろうとすると、まあ、安全基準とかの問題でめちゃくちゃ高くなるんですけど、うん、まあ、将来的に今5年後か10年後か分かんないですけど、車を購入するぐらいの気持ちで金額で家が建てれるっていう、だから300万で100坪かなの家が建つっていう、へえ、建て坪100坪ですか、そうめっちゃでかいな、普通の家が建てちゃう、まあ、要は 3D プリンターなんで、まあ、3日とかで建つんですよ、うん、で人件費いらないし、うん、まあ、設計図とかもある程度テンプレートでいけるし、まあ、すっごいこうカットできる、で資材とかもめちゃくちゃカットできるんで、うん、コンクリートなんで、将来的にね本当に家建てる気持ちでパッとこう家建てて、うん、3年に1回家建てようやぐらいな、何それ、うん、時代が来ちゃうっていうね、すごい時代ですね、それがすごいんですよね、うん、今はこうなかなか難しいんじゃないかとかいろいろ欲やりも入れられますけど、それがね当たり前の時代になるのかなと、楽しみな時代ですね、うん、そうですね、やっぱりそういう時に自分のしてる仕事のね変わりがあるかないか、未来にそこもやっぱり見極めていかないといけないなっていう、ということでトーンダウンしましたけどねこのままトーンダウンしたまま番組を終えようかなと思いますということで今回も P さんと米子中央店のまっちゃんと米子南店のハルルンでした。それでは皆さんまた来週。この番組は新車に月々1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りしました。こんにちは、 P さんです。皆さんは新車がお得に乗れるジョイカルをご存知ですか？ジョイカルは新車に月々1万円で乗れたり、今人気のあの車も月々のお支払いを抑えた乗り方をご提案。新車に乗るなら買い方選べるジョイカルへ。